ここからですね、善悪の帰するあるものは聖なり、知覧の定まらざるものは聖なり、我は無為の意をもって無為の聖を見る。聖は意の帰するところに介すれば、これは会えばでいいですね。ついがね、会えばすなわち順をなす、意の介するところにとって合わざればすなわち逆をなす。このゆえに、ここで偶の純逆は無意になる、無意にわかる、よあるいは思う、名なるものは天の伏すところにして人々生前あらかじめ定まる。人はおのおのこれを付加していき、天なるものは漠然として上におり、もって名誉物において伏し、またよく宗主を察して賞罰を下すと。これは漠然でしたかね。牧年、意味、静かに思う様、牧前、読みは音のかすかな様、やわらぎ慎む様、沈黙して深く思う様。ああ、なるほど、そうですよね。天なるものは漠然として上におり、これからですね、ここにおいて追加返済の人に煩わいするに千万人を兼ねて一時熱するものを見て、これに惑う。例えばここにニシンあらんに、同じく訓命を避難の際に報じ、まさに東西に使いせんとす。船を航行につなぎて、風を待たんに、白丸棒点を全部この句点に変えてるんですけどもね、当点に変えてるんですけど、でも一応規則的にこうやってますからね、こうしましょう。時まさに西風起こり、東州すなわち八千、東州ですから、こうしたら出るのかな、これ取って、
東州すなわち8000、ニシン過去等しく中を思い過去等しく旧を憂うしかり思考して東州は仲介持って伸び仲介を仲介持って伸び光明持って研ぐ生死は仲介伸びず光明研げず風は兄いあらんや風に合うものにいあるのみたとえ闘志をもって天己を得ると なしたとえ闘志しましょうかね、生死もって天己をするとなすもまた愚の器のみそのなるもの己の欲するところに合えばすなわち我に従うなり己の欲するところに違えばすなわち我に逆らうなり天は果たしてあらかじめ名誉を定むるか何ぞ生死を憎み何ぞ闘志を愛するか そのなるものはだからここまで来るんでしょうね。至る者は名の聖なり兄肩の字ならんや水のみなぎるをもって渡る火の盛んなるを見て踏む仇を招きていたす耕さずして大す致す者は名の火なり兄高の字ならんや死もなる者は名を紙に浮く死は天敗の役に死す民は気候の際にガス、まあ、ウユの方がいいですかね。どうかな。あ、元がね、どう送ってたかなんですけど。だまあ、何度か申し上げましたけど、バイエン先生の読みは音句まぜこぜです。我はこれをいかんともすべからず、神なる者は名誉下にせいす。その小白たる者は、失策を食いず、層を開くことを知らず、手をこれにいかんともすべきに供す、ゆえに。天なる者は、下を勘勘して、賞罰を下す者にあらず、ただ聖の覆うべからざるあり。名なる者は、生前あらかじめ、これをおのおのに付するにあらず、ただ東宮の字を定むるのみ。天人をもってこれを分かてはすなわち異性なるものは天なり知士なるものは人なり我よりこれを言えば至るものもまたなるものなりただ致すものにして我のなすものなりここで一回切ります。もう次の仕事が近いですので、ここで切ります。